はいどうも、ニョッキーでございます。今回は AKB48 どうしても君が好きだ、個別お話し会の、先日加入した18期生のレポートです。で、個別お話し会他のメンバーのお話し会のレポートはこちらをご覧ください。それではですね、18期生の個別お話し会のシステムや流れを紹介いたします。まずシステムなんですけども、まずは1枚の件で8人全員と話せるというもの、そしてまとめ出しはできず1枚ずつ使用というものです。複数枚持っている場合はループします。私は2ループして名前を名乗っていました。はい、18期生レーンレポート。それでは18期生のレーンの様子です。まず18期の8人が横に並んでいて次々に進んでいきます。話せる時間ですが、まあ約4秒くらいでしょうか。昔の全国握手会くらいで次々に流される感じです。私は名前を名乗って終わりました。で、剥がしは4秒くらいで声をかけると同時に肩をポンポン叩きます。そして次に進みます。ですが、時間が短いせいかすぐに移動しないファンもいて渋滞になります。で、8人と話し終わると終わりというものです。ではですね、18期生お話し会レポートです。簡単に18期生の、お話し会の体験談です。まず話し声のちょっと問題なんですけども、まずはファンがマスクを着用しているということ、次にビニールシートがあるということに加えて、8人が集まってついたてなしで、同時に話しているということなので、常にガヤガヤしておりうるさい環境です。そして私は2ループしての感想となります。まずは秋山ゆなさん、にこやかに迎えてくれてすごい優しい方っていう印象でした。次、新井紗恵さん、私の声が、聞こえなくてですね、顔を近づけて聞こうとしてくれました。すごくいい方の印象です。次、工藤勝美さん、2回目で私の名前を覚えていますよと言ってくれましたね。対応がかなり良さそうです。次、久保ひなのさん、ちょっとですね、私の声が聞こえづらかったみたいでちょっと大変そうにしていらっしゃいました。次、佐古ゆめみさん、同じ、埼玉ですということで、お伝えしました。で、あと常になんかニコニコしていた感じですね。次、成田小日奈さん、2回目で、成田さんも私のことを分かりますよと言ってくださいました。次、八木あずきさん、八木さんも私の声が聞こえづらかったみたいなんですけども、一応はなんとかご挨拶という感じでできた感じです。次、山口ゆいさん、私の18期の中の推しメンでございます。で、早速名前を覚えていただくことができました。そしてですね、まあ個別にはコメントはしませんでしたけども、まあ全員可愛いですし、全体的に AKB というより坂道っぽい雰囲気も感じます。今後個別お話し会の開催も期待したいと思います。以上、18期生のレポートでございました。ありがとうございました。